満天の空に君の声が響いてもいいような綺麗な夜、悲しみが悲しみで終わらぬよ、せめて地球は回ってみせた、ラララ言えるようになったよ、ほら心から慣れてく、そんなことさも忘れたくなる、真実とはね、それだけで美しいだと響いてもいいような綺麗な夜、悲しみが悲しみで終わると疑わぬように、神様は僕に夢を見させた、今開いていたページの上に書いてみようかな、離さないよ繋いでたいの僕の僕の手を、今止まっていた景色が動き出した気がしたんだよ、ほら時の ラッドビップスです。はあ、となんか今日は鳥になってしまい、みんな緊張してます。今日はその最後まで一緒にライブ見ててくれてありがとうございます。どうですか皆さん、楽しんでますか？うるせまあ最後です、鳥なんですけど、
でも1年生だけのバンドでちょっと鳥なんてさせてもらってありがとうございます。でもまあ期待に応えられるように頑張ってるんですけど、やっぱり緊張しちゃって手がブルブルします。で、次は2曲続けてなんで結構盛り上がる曲なんで楽しんで聴いてください。僕が総理のあれ何の曲だろう。いや、2曲うるせえ。いきます。僕が総理大臣になったのに報告一人一人が一億ずつだけもらって君と一億円の結婚式しよう。一日を25時間にして最後の1時間だけはみんな愛の営みのために使おう。
溢れてるけど、ここにあるもの、ここにないもの、それが全て。1曲でーす、それあと1曲の時あるとライトニングそうだね。まあ、僕喋るんですけど、この間ラットのワンマンがあったんですよ。それにいっくんと一緒に行ってきて、二人でデートしたんですよ。それでなんかいっくんって普段、まあ、大学のライブとかでもめっちゃはしゃいでるイメージないじゃないですか。ありますか？はしゃいでる。あるえ？ないんすよ、俺の中では。そしたらいっくんがちょっとなんか人並み一気に始まった瞬間前にバーって来ちゃって、いっくんってはぐれちゃったんですよ。でどこだろうって探してたら、なんかピョンピョン跳ねてるいっくんがいてライブなんか本当にラットいっくん大好きで、そしたらピョン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 なんか跳ねるいっくんが見えて、それでやっと合流できたんですよ。よかった。でもその、まあ、ラットのワンマン行って、この後自分がコピー版やるってなって、でもやっぱり本家はかっこいいなって思ってまあでもそれに負けじと、まあ、練習はしてたんですけど、やっぱ緊張はしちゃいますね。まあ、1、2、3曲ちょっと明るめの曲やってきたんですけど、ちょっと次があんまり可愛い曲ではないのでまあ静かな曲ではないんですけど、
あ、でも僕も好きな曲で、なんかマイマイとかもめっちゃ好きみたいになって。まあそれでやってみようかってなって、まあ次頑張ってちょっと練習したんだよね。頑張りましょう、その分。無視下手だろ。じゃあ次の曲いきまーす。Thank you.
ございます。すいません、声が出ませんでした。次で最後の曲になります。今だよ今だよ。誰今誰誰朝日なんか喋るか。朝日最後だよ、終わっちゃうよライブ。喋んなくていいの。なんかやばい、なんか言わないと。あ、そう、それで今ちょっと、まあ、暗い曲、じゃあ暗い曲なのかなだったんですけど、次はちょ割と明るい曲、明るいっていうか、なんかみんなも歌ってほしいところがあって、まあちょっと一回練習も兼ねて、やっとやりたいんですけど、ちょっと待ってください。そうで、まあ、次の掛け声があって。曲中にも一回あるんですけど、まあ、最初にまず一回と僕がおーセプテンバーって言ったら同じように言ってほしいんですよ。多分簡単だと思うのでまあすぐ歌えると思うんで、そうみんなで歌ってほしいんで、最後楽しく終わりましょう。次で最後です。ありがとうございました。じゃあ練習も兼ねて2回最初にやりますね。いきますよ。準備大丈夫ですか。大丈夫ですか。いきます。おーセプテンバー、おーセプテンバー、おセプテンバー、おーセプテンバー、ありがとう。一人の中に描いたよ
終わり。